100度の土取りをして金平にした畑でございます。初くわ入れでございます。いつ死ぬかわからんからいっぱい食っとけ。あーやめなさい。ちょっとこれ久々だね。ちょっとおまだ長生きするわこれ。年取ったらな、食い物しか楽しみないもんな。2024年5月の6日になりました。朝ねちょっと早起きして3時半になります。本日もハーフソイラー入れております。残り10丁の畑なんですけど、雨前に頑張ろうと思ったらもう雨降ってるんですよね。どんだけ降るんでしょう。まあちょっとした雨ならね、ハーフソイラー入れるぐらいならいけるかなとは思うんですけど、本降りになっちゃったらちょっとできなくなるかと思いますが、やれるだけやっておきたいと思います。なんせ、ね、今年畑硬いっちゅうか、この畑、10丁角なんですけど、半分は100度用の土を取って金平にしました。これは後からかけます。今かけてるところは防風林をね去年切りまして、そしてブルダとかね、まあそういったものでこうちょっと踏みつけたるんで硬くなっております。さらに堆肥も巻いてありますんで、トラックで固まってますんで、ハーフソイラーしっかり入れておきたいと思います。今日一日持ってくれたらね全部終わるんじゃないかなと思うんですけど、予報ではもう昼から雨になってるんで、ちょっと昼までには全部終わらないかなと思っております。頑張りたいと思います。はい、3時50分になりましたが、結構ね雨降ってきました。でも土真っ白く乾いてるからね、よっぽどベッタベタにならん限りはハーフソイラーならいけるんじゃないかなと続行しております。はい、周りもすっかり明るくなりました。もう少しで午前5時になります。雨ね止んでくれました。よかったです。このまま作業続行します。ということで午前6時になりました。トラクターに給油しました。大和くんもね朝ごはんのお時間ですね、ということですが、じゃじゃーん、大和くん見ろこれ、すごいぞこれ、ちょっと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 これ持ちきれんぐらい、うわーちょっと大和くんこれすごい量のおやつ届いたよ。大和くんのだよこれ。あなたのファン第1号のちぐささんからこんなにこれ送ってもらったわ。もう早速ね、いつ死ぬかわからんからいっぱい食っとけ。食べましょう。あーちょっとちょっとちょっと、そのままかじったらダメだっちゃ。ダメだっちゅうの。これ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 。はい、あとこれ。あーちょっと大和くんって。おーおーダメダメ。やめなさいっちゅうの。こら、久々だね。ちょっと。おーおーまだ元気いっぱいだ。まだ長生きするわこれ。はい、食べましょう。大和くん。これこれこれ。あなたの好きなこれ。絹さやだよ、絹さや。あ、いっぱい食べろー。あれは美味しいぞー。いっぱい食べろー。食べろ食べろ、贅沢だ、ほれほれ、うん、美味しい美味しい。あ、よかったね、柔らかくて美味しいね、年寄りには完璧だね。ふい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 と、いっぱい食べてください。はい、大和くん、チュールもこれ贅沢に、どうぞどうぞ食べてください。喜んでます、むっちゃ喜んで食べてます。やっぱ美味しいの分かる。もう年取ったらな、食い物しか楽しみないもんな。ありがとうございます、ちぐささん。大和むっちゃ元気になって復活しております。やっぱ食べ物大事だ。年取った方がね、うまいもん食った方がいいって言ってたよ。長生きの秘訣は食べ物です。はい、いっぱい食べてください。むっちゃ喜んでます。十丁角の半分の畑終わりました。残りはここでございます。はい、分かりますかね、崖になっております。ここね、100度の土取りをして金平にした畑でございます。ここがね、私一番心配してた畑なんですけど、もうね堆肥巻いてあるんですよ。できればねブルでまったりに手直ししてから堆肥とも思ったんですけど、畑がねなんせ乾いてるのと、大豆もねだんだんあの端火が迫ってきてるんで、もう最初に巻いてもらっちゃいました。じゃじゃーん、 M7 と菅野のハーフソイラで入れちゃいたいと思います。画面で見えますかね、結構な高さでございますよこれ。ちょっとおっかないんで急いで降りちゃいましょう。それでは初くわ入れでございます。向こう側行きたいんで片道だけ枕かけちゃいましょう。まだね全然硬い感じはしませんが、トラック走ってるんでね多分固まってるかと思います。今度は200件ね、縦畝に入ってみます。はい、ビビッと堆肥散布車難なく走った跡がございます。これやっぱりね細かな凹凸あるんでね、やっぱ手直しこれ最後してもらわないとダメですけど、おおよそね綺麗に平らになっております。あとは中でこれちょっと柔らかそうに見えるんだけど、トラクターで走ってみてだね、あまり敷けるようならもうちょっとね後に作業したいなと思っておりますが、今んとこ走れております。金平した畑詰め入れ続けております。
ね、デコボコしてるから、あと、なんだろう、柔らかいとこと硬いとこがあるんで、爪はね、ちょっと早めに入れといた方がいいのか、爪入れてからブルで手直しした方が良かったのか、爪入れる前に手直しした方が良かったのかね、ちょっとよくわかんないんですけど、とりあえず、爪入れ行っております。これ1回じゃダメだね。2、3回入れないと柔らかくならないと思います。じゃじゃーん。今日のお昼は、三平ラーメン坂の上店でございます。無料でわかめ入れられます。はい、まずは、スープをいただきますよと。濃厚でございます。麺がね、硬からず、柔からず、ちょうどいいんでございます。うまーでございますよ。チャーシューがね、味が濃くて美味しいんでございます。うまい。ほんとうまい。麺が止まりません。シナチクも最強でございます。いただきます。いやーもうね、止まりませんね、このルーティーンが。はい、はい、ということで本日のお昼は三平ラーメン坂の上店さんでした。あそこの味噌がね本当に美味しくて大好きでございます。お昼のタイミングで雨降ってきたんで出かけちゃいましたということで、その後ね雨止んでハウス裏の入れる続きをしております。会場にかけております。これね1回かけ終わったんです。で2回目かけております。1回じゃねやっぱりねこの爪深くね刺せないんだね。やっぱ硬いんだね。フルで踏んだりしてるんで。それで1回目は軽く浅く刺して2回目はしっかりと深く爪を入れております。さすがに2回かけりゃもうねマックスで深く刺すことができます。スイスイスイーっと走ることできております。土の中ってどうなってるか知らんけどもうね時折グーッと重くなったりねするんでね、まあ今までちゃんと管理してる畑とはちょっと様子が違うわけでございますが順調にできております。雨前にここまで進めば2回かけりゃもうバッチグーでございますが、2回全部かけれるかね。もう4時なんですけどまだ半分しかやっておりません。まあ頑張ります。これやっぱ GPS あるのとないのとではっていうか GPS ないと全くわけわからんね。1回かけちゃうとどう走ってんだかわかりませんので、はい本当に GPS 様々でございます。今回ね縦に2回かけたんですけど本当はねこうクロス掛けとかねかけた方がいいのかなとは思うんですけど、フルで手直しした後にクロス掛けやるかもしれません。ちょっと縦横掛けはねさっきやったんですけどすごいバウンドしてとても耐えられない感じでございます。このハウスソイラーね効くね。もう畑らしくなってきました。やっぱある程度ねトラクターで走ってからブルで手直しした方がいいんじゃないかな。ちょっと踏み固めながら柔らかくしながらの状態を見て、あここ低いね高いねっていうのを見れるんじゃないかなと。分かりませんけど私はブルの運転はしたことないんで、ということでもうちょっと頑張れば終わります。ということで2回目全部かけ終わりました。今枕やってます。枕もね1回かけてあるんでこれも2回目になります。ということでね、はい、なんとか今日中にね終われてよかったです。雨も降らなくて助かりました。ということでどうもお疲れ様でした。ママちゃん今日は子供の日でーす。ママ頑張って鯉のぼりのお料理作ったよー。食べてねちょっとテンション低いんだけどね、朝早いからちょっと眠たいのかテンションが低いでしょね。ね、鯉のぼり持って、はい、はい、一緒に歌おう。せーの。屋根より高い鯉のぼり。はい、おめでとうございます。すくすく丈夫に育ってくださいね。袴着ました。兜に興味持ってます。そう、鯉のぼり。鯉のぼりだよ、鯉のぼり。食べますか？うん、あむあむ。